秘宝、やっぱ弱い。西武は連勝ストップ、8カード連続で初戦を落とす。あっさりなぜか笑ってる鍋球。負けました。あかん。巨人がヒンだとは何だったのか。監督変わろうがやっぱ選手が同じなんだし関係ないの無失点ならそれ勝てる。子供たち泣いてます。悔しくないのかよ。マキノンがいればな。鍋球退陣もあるのか。カズを攻められすぎてほんとかわいそうだった。誰だよ巨人打線打たないって言ったの。やっぱり中日通りが調子悪かっただけか。相手が悪いとはいえ、多くのファンが始まる前から今日はダメかと思われるエースって悲しくなるわ。良い時もあっただけにね。心はメジャーに置いてきた。コーナは交流戦苦手すぎるから後半からでいいから調整してきてくれ。お分かりくーさんの短大会で点取る方法。レジェンド松井、ふふ。そこを遊んでたな、今夜は。解任ブースト終わり。これで連敗街道突っ走ったら笑う。数を解任した意味なくなるから鍋球頑張れ。先発が試合作れればそんなに連敗街道続くような感じもしないけどな。土日一つは勝てると思うことにする。